こんにちは。京都癒しの旅のおりとです。今、三室戸寺に来ています。無事ですね。すごく緑が綺麗です。先ほどからウグイスが鳴いてるんですけれども、聞こえますか？ツツジもね、終わりに近づいていますが、まだまだ見頃が続いています。はい、でこちら下の方がね、アジサイ園で、今つぼみがつき始めた頃で、6月ごろになったらね、とても綺麗に一面アジサイになります。本当に気持ちいい、心地いい風が吹いています。こちら、あの西国33箇所の札所になっております。今は本当に人が少ないですけれども、あの自然の風をいっぱい浴びて生き返るような気持ちがしています。それでは皆さん、また宇治にもお越しください。失礼いたします。